運命の人は、山崎豊子による小説。沖縄返還時の日米密約を題材に、国家権力とジャーナリズムの戦いを描いたもの。文芸春秋にて2005年1月号から2009年2月号まで、約5年間連載された後、2009年に単行本として、全4巻で出版された。2010年12月から2011年2月にかけて、 文春文庫版が単行本と同様全4巻で刊行された。取材と執筆に約8年を要した長編作品である。第63回毎日出版文化賞特別小受賞。後作の約束の海が絶筆作品となったため、完成された作品としては最後のものとなった。この作品は事実を取材し、 小説的に構築したフィクションであると冒頭に記載されている。1971年の沖縄返還協定に関する取材で入手した機密情報を記事にする以前に野党国会議員に漏えいした毎日新聞記者の西山滝知らが国家公務員法違反で有罪となった実際の西山事件を想起させる内容である。 特段記者である毎朝新聞政治部の弓、聖良太は大詰めとなった沖縄返還の取材中に日米間で進められている密約の存在に気づく。激しいスクープ合戦の中、弓聖は証拠となる機密文書を外務省事務官の三木明子から入手するが、二人が男女の中であったことを材料に国は機密漏洩を追求し、 やがて世間の関心は国民の知る権利と国家権力の戦いから二人の関係の詮索へと変質していく。ないは作者が意図するモデルと思われる実在の人物、企業。ただしこの作品はあくまでもフィクションであり、実在の人物との関連はない。ユミナリーエヤクモヤユミ、聖良太関係者。 三木秋子関係者200年 1, 2009年4月25日発行。ISBN 9長7841億6328万1 1 0 2 0 0 9年4月25日発行。ISBN 9長7841億6328万12092009年5月30日。 発行。ISBN 9長7841億6328万1308 2009年6月30日発行。ISBN 9長7841億6328万1407 2010年12月10日発行。ISBN 9長7841億6755万6068。 2010年12月10日発行。ISBN9 兆7841億6755万60752011年1月10日発行。ISBN9 兆7841億6755万60822011年2月10日。 発行、ISBN 9兆7841億6755万60992012年1月15日から3月18日まで、TBS 系列、日曜劇場枠で放送された。主演は、元木正宏。原作者、山崎豊子の生前最後の映像化作品。弓、清涼大役の元木正宏は、原作者。 山崎豊子の推薦であり、強人さと悲劇性を合わせ演じられる俳優さんだとお見受けしたからだという。柳葉敏郎、北王子金也、伊武正サ大和田信也と、山崎豊子原作の映像化作品出演経験のある俳優が多く起用されている。山崎豊子の作品が日曜劇場枠で放送されるのは2007年1月期の。 華麗なる一族以来5年ぶりとなる。しかし、本作の平均視聴率は12.0%を記録し、華麗なる一族のようなヒットにはならなかった。キャッチコピーは、未来は変えられるのか日本中を揺るがせた。あの大事件の裏側には、一人の男と二人の女の秘められた真実があった。主要人物毎朝新聞社外務省。 政治家警察放送週刊誌、ユミナリエ、ヤクモやミキヤその他沖縄編以下の登場人物は最終話のみ出演。基本的に全編を通して原作を忠実に沿っているが、全10話という短い話数であるためか、登場人物や串川闘牛大会のエピソードなどがカットされている。一方では、原作では一切語られなかったミキヤキコが、 無罪判決を受けた後の消息のエピソードが追加されている。また、最終話では、原作では、単行本、文庫本題4巻にあたる内容であり、時間経過が約20年近くと非常に長いが、ドラマでは時間経過が1983年までで、あるため、原作で、ユミ・シゲオズマの子供が、大学進学して、就職や結婚したり、 また、ジャハナ・ミチが結婚して二児の母親になったりするが、ドラマでは省略されている。山部和夫のモデルとされている、渡辺つねおは、ドラマ版を視聴し、劇中に登場する山部のエピソードが、どれも事実と異なる作り話であると憤慨したという。渡辺は、サンデー毎日2012年2月19日号に、私は、運命の人に怒っている。と大した気候を行った。 また主人公のモデルとされている西山拓地は原作について全く事実と反するところが山と出てくる。鍋さんが怒っている以上に私が怒っていると述べているという。作家山崎豊子さん死去権力の矛盾切り込むドラマ版公式サイトより TBS 開局55周年記念ドラマ万病鉄兵の視点から原作では てっぺいの父、大輔が主人公である。渡辺つねおし講義のドラマ、運命の人主人公のモデルも激怒。女性セブン。h t t p w w w n e w s p o s t s e v e n c o m a r c h i v e s 2 0 1零八万六千九百三十一 h t m l 二千十二年六月十五日、閲覧。 運命の人に関するカテゴリー、ありがとうございます。